死に最も近い場所。でも伝説に謳われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。送別儀式の会場は明日。この模様どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。理由、それは超えちゃいけない存在だから。なんて言うんだっけ、儀式か。この流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。冒険者協会の冒険者は物置きが得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。はい、痛い。
だ。くだらない。同じものみたいだな。でもちょっと数が違うみたいだぞ。わからないな。周りとか前の方を調べてみようぜ。行くぞ。ここはさっきと同じところじゃないか？無駄だ。
どういうことだ？俺たち本当に進んでるのか？ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。行くぞ。行くぞ。無駄だ。ずっと同じところに戻されてる。きっと騎団長の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないなら何週間もあれば足りるんじゃない。次の仕事は？よい！なんだな？くだらない。無駄だ。ずっと同じところに戻されてる。きっと騎団長の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱりやっとたどり着いた。あのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。はあ！儀式の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。あなたがフータオさんが連れてきた人たちみたいです。ランケ、待つことは待ち続、もしあなた、シールがこんな木、ここは木。
そういえばあいつ気になるならまた怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い大声で。それは誰かが先にやってみんなが続けば。そうだそうだ、僕はいつそれだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。そうだな、お金があればあの高いおもちゃ箱だって買うなんてもんじゃねえ。じゃあ、いやいや、私は大きそうだね。それでモーとローアに。僕は一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな、あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきて、それぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、ソウシは小刀職人だ。そうなんだあの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。もうはすでに境界を越えた人間だからこれでいいの。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、 DU エコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い境界を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今の理由エコーがある。今の往生堂と私もね。ダメ、あなたは本当に好奇心旺盛だね。忘れないで、知らない方がいいことは知らない方がいい。どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだからそろそろ時間だね、行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所、適当につけた名前だから気にしないで。